はい、皆さんこんにちは。今日はですね、このね、新型スカニアのこの単車の、まあ、大型ですね、トレーラーではない大型を今日ね、ちょっと撮影していきたいと思います。こちらもですね、まだこの新型の顔のこの、まあ、大型バージョンというかっていうのはね、日本ではまだ導入されてないトラックなんですね。で、まあ、当社、まあ、買うかどうかっていうのはちょっと自分はまだわからないですけども、一応まあこういったのがね、メーカーさんから試乗会みたいな感じで借りることができたので、いろいろと外装内装と見ていければなと思います。こちらはですね、高出力モデルのトラックになるので、ハイキャブでですね、結構こう顔面がね、いかついやつですね。で、馬力の方が、まあ、R410 と書いてあるので、これが410馬力のモデルと、ね、いうことです。で、まあ、ヘッドライトもね、こういった LED 式で、こう今ちょっとエンジン切ってるんであれですけど、こうポジションがね、ちゃんとこうラインが光る、まあ、日野のね、プロフィア、新型プロフィアみたいにこう光るタイプになってます。まあ、ヘッドライト今ね、こうついてるとこんな感じですかね。ちょっとね、まあ、ポジションついてるんですけど、 LED のこれちょっとね、ピカ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 ちょっとこうしてますけど、ちゃんと点灯した状態になってます。こんな感じでね、スモールがついてる感じです。で、まあ、フロント周りはよくあのチテノプロというブランドで結構付けさせていただいてるこのミラーですね、これスカニアのミラー、うん、こちらと、あとオラコさんのこのコーナーカメラもね、こう搭載されて、日本でこうちゃんと登録できるような仕様にちゃんとなってます。フロントとこうリアとこうタイヤのね、大きさがね、おそらく違うんですけど、まあ、フロントが 315-7022.5 と、まあ、いうことで、アルコアのホイールがセットでついて、タイヤミシュランのタイヤがついてる。で、まあ、こういう感じで、まあ、箱がですね、この一応これ完成車という形で持ってきてるんで、日本トレックスさんの、箱が今こうついてます。おそらくこの箱はいろいろ、今なみなみのこのウイングの部分がなみなみになってますけど、これじゃないのとかいろいろ選べるかと思います。で、燃料タンクがこうダブルタンクで、大きさがおそらくこれ300の100とか400タンクとかですかね。ちょっとね、こう量がわからないんですけど、300の、うん、100とかですかね、うん、多分400とかだと思います。でね、ここ、まあ、真ん中でこう仕切れる感じになってるタイプですね、はい。で、まあ、こういったところはステンレスになってます。まあ、この辺もね、多分オプションなんで、まあ、好きなように選べるかと思います。で、リアが275-7022.5 ということで、これ若干ね、こうやっぱり幅が違うと、ね、そういうことですね、タイヤの方がね。だ、まあ、なんて言うんでしょう、中低床みたいな感じなんですかね、こう全体的に見ると。なんか福通さん、福山通運さんでなんか使ってる大型はこんな感じですよね。ちょっと違うかな、まあ、10輪なのかな、うん、ちょっと中低床みたいな見た目ですね、見た目的には。で、サイドバンパーもよくこう国内仕様であるタイプのこのサイドバンパーが、まあ、ついてます。まあ、この辺の後ろの箱に関してはそんなに多分国内の完成車と変わらない作りになってますね。テールはこうね、スカニアのテールになるので、あのトラクターとかとおそらく同じようなのがついてるかと思います。この中は、まあ、至って普通のね、完成車ということになってますね。室内灯だけついてるってことですね。で、重量がちょっとどれぐらい取れるかと、シールが貼ってないのでわからないんですけども、まあ、普通に13トンは取れるかと思います。で、こちらこうずっと行くと、まあね、チェーンね、かけるフックがあったりですとか、で、こちら側にまあこのアドブルーもあったりとか、あとこの、まあ、工具入れというかボックスですね、収納ボックスとアドブルーがこちらにあると。で、ここ隠れてるのがおそらくマフラーカバーですね、触媒のやつになりますね。うん、まあでもね、とにかくかっこいいし、うん、いいと思いますよ。で、まあ、フロントバイザーがついてて、で、おそらくこのキャビンに関してはトラクターと違って、やっぱりちょっとこう大型仕様になると、こうキャビンの中が、ね、狭いというか、まあ、広くは取られてない、でもまあハイルーフっていう、まあね、そんなようなモデルですね。あとはこういったところも、まあ、開けて、どこだけになるか、これ咲くんですよ。これかな、多分これ今ね、助手席来てるんですけど、こちらでこれね、開けることができます。
こうね開くんですよね。でここもまあちょっとしたこう物入れになってたりとか、これ結構輸入のボルボとかイベコもそうですけど、こういうのついてますね。これが両方向についてます。あとウォッシャー液とかね、ここから入れれたりとか、ちょっとねキャビンとか上げ方とかはちょっとわからないですけど、まあね、こんな感じの作りになってますと。これもそうですね、これですね、これを引けばこう開くと。こちらもね、うん、まあ、物入れちょっといろいろ入ってますけど、まあね、軽いものはこう入れて、多分ここも換気されてるんでしょうね。こうなんかエアコンのダクトみたいなのついてるんで、うん、まあね、そんなものです。でね、早速ちょっと中を見ていく前にですね、この椅子周り見ていきたいんですけど、これが多分この椅子のエアーのやつですね。エアーのやつをこう引っ込めたりこう出したりこうできると、ね、この段階別にですね、この下の部分か上の部分かみたいな、そのができると、そういうことですね。これは椅子ここね、下げたりとか上げたりとか、で降りるときこれでね、下げて降りるとかってできるんでしょうね。うん、これも上げたり、うん、多分これただ調整かな。で降りるときは、うん、これ位置どこにするみたいな、これできたりとか、あともこれ、まあ、こういうやつね、こう上ガラガラっていくと。でこれはあの多分減衰力どれぐらいにするかっていうレバーです。でこれが多分あれですね、シートヒーターです。であとまあエアサスのコントローラーがこうついてるんで、まあ、これで、まあ、車高を一定に戻したりとかフラットにしたりとか、まあね、そういうのができると、メモリーもついてると、そういうのですね、うん、でまあ完全2ペダルですね、オートマですね。なんで、まあね、こんな感じでスピーカーはまあ普通ついてて、もうね、多分これ夜ライトつくんでしょうね、ここね、うん、まあ、そういうのがついてると、そういうことですね。でここもこう開けてるときにこう、ね、後方からこう見えるようにこういったところもちゃんと反射板になってたりですとか、まあ、ドアノブこんな感じ、まあ、全体的にこうスタイリッシュな作りになってますよね。まあね、ちょっと今エンジンをまず始動する画面をね、ちょっと撮っていきますね。でこんな感じでスタートします。はい、まあね、こんな感じで今エンジン始動してます。でまあね、ちょっとここからいろいろとね調べていきたいんですが、まずここですね。ここはね、あのまあドア関係、これもね国産と同じですけど、まあドア関係のいろいろスイッチ、でこれはまあロック解除で、これ窓オートですね。でこっちもオートですね。オートで開け閉めができる。で次これミラーはね、あのまあ電動で、このね上下4つですね、電動でこうできると、まあ、いうことなので、まあ、例えばこれを選んでこうとこうね動かせる、各場所をねこうやってちょっと動かせますと、まあ、そういうことですね。こんな感じでね動かせます。であとこれもね、多分これは何だろうな、あこれもね動かせるんだね、この要は安全窓がないので、あの上のやつで見るんですけど、これもねこうやって動かせたりとか、あとここですね、これもここで全部電動でこうね調整できると、そういうことですね。であとこれがヒーターミラーですね、こうやってヒーターがかかると。でこちらヘッドライト関係、ヘッドライトはまあゼロというのがまあオフということですね。でこれポジション、これ全照灯でオートと、まあ、4段階切り替えがいろいろとできるよということですね。であとね、ここ、まあ、ヘッドライト関係の上、これが後軸ですね、まあどこにこのライトの軸をどこにするかという調整、フォグランプ、これつけてると多分つくんでしょうね、うん、バックフォグとフォグランプですかね、うん、とこれは何だろう、これ何でしょう、これ多分箱のなんかの電気ですかね、うん、っていうのがあったりとか、まあエアコンの吹き出し口の下ですね、これの箱の電気とか、あとこれはキャブを上げたりとか、ウイングのメイン電源、路肩灯で、これがエアサス装輪なんで、エアサスをこう上げ下げするのにこちらでね独立してできたり、まあコントローラーあるんですけど、まあね、こうボディでもできると。でメモリーとかね、まあ、いろいろこうついてると、でそういうのですね。であとは一応このオートマがここのレバーになってるんで、まあ、これでブレーキを踏んでドライブリバース
なってるということですね。であとこれがまあ排気と、あ、これすすやきかな、これなんだろうな、まあ、あとこのこれでまあマニュアルモードもね、これ切り替えができたりとかします。で、まあ、あとステアリングスイッチですね、こうついてて、こちらですね、多分インフォメーションディスプレイとかをこういろいろ切り替えがいろいろできると、レベル調整、デファーシャルロック、まあ、デフロックですね、積載量表示とか、あとエアサスの高さとかね、そういうのも出たりとか、これがレベル調整でもそうですね、エアサスの高さが出たりとか、でそういうのがこうついてますよと、そういうことですね。うん、まあ、この辺もね、すごいかっこいいですよ、メーターも。うん、でこちらはまあ多分音量とかね、オーディオ系のメディアとかそういうのをこう調整したりするボタン。でこれがクルーズですね、多分クルーズコントロールのね、上げ下げ、車間クルーズとか ね、そういうのと。で、ウィンカー左側になるんで、まあ、ウィンカーこっちね、それぞれウィンカーが左側と。で、あとこれね、ウォッシャー液、ウィンドウォッシャー液はこちらですね。ハザードはここ。はい。で、これが、タイマー式なんですかね、これ電気、これなんか、つけて、ナイトモードとかなんか、電気を自動でつけたりできるなんか設定なんでしょうね、多分。あとこれ坂道のホールド機能とかね、そういうの、車線逸脱ブザーとかね。これはなんだろうな、なんでしょうね、これ謎です。なんせちょっと取説がないっていうあれなんで。でこれ室内とサイドマーカーとかね、これなんだろうな、うん。でこれはロック解除、なんでしょうね、あ、なんかこういう、こうやってやってこう動かすんだ、それでこれで解除決めるとこう、お、すごいね、これでだから解除した時にこうエアが抜けてる状態なんですよね。でこれでこう動かしてロックすると、それでこうしっかり固まると、そういうみたいですね。でまあパーキングブレーキこうね、日野の新型プロフィアみたいな感じでこうついてるとね、であとこのメディアが、まあね、電話フォンとかね、カメラとか、まあ、いろいろこう多分バックアイとかね、こういろいろ設定ができるんでしょうかね、ディスプレイとかスタートアップとかね、こうなんか、まあ、タッチパネル式になってるんで、ここでもこうねできたりします。でラジオ、メディアとかね、メディアだからこう AUX 挿してもいいし、こう USB で多分 iPhone とかね、ああいうのもできたり、たブルートゥースついてるのか分かんないですけど、まあ、あと SD カードを挿したりとかね、します。ブルートゥースできるのかな、これできないのか、 AUX とか ね、まあ、ね、こういうのがついてると。であとエアコンですね、まあ、オートエアコンと、まあ、マニュアル設定ができると、今ねこう上げたりとか風量上げたりとか、P なんでしょうね、これ P ロー P、 これはまああれね、デフロスターですね。まあまあ、この辺はエアコンね、見てわかる感じですかね、ちょっとこれだけわからないですけど、まあね、そういうのがあったりします。これあれですね、横滑り防止装置のオンオフとかね、あとこれなんだろうな、何でしょうね、これで、これライト、どこがついてるのか分かんない全然つかないんですよね。マックス、あ、ついたついた、こうなんね、なりますね。あ、こんで明るさをね、こう調整したりできると、明るさをね、こういろいろとこう調整、細かーくできるっていうね、そういうのみたいです。で U スイッチですね。でまああとここを普通にこうシガーライターとかね、これ灰皿ですね、灰皿とカップホルダー、小物入れみたいな、ここテーブルみたいなのがね、ちょっとついてて、で 24V と 12V それぞれ使えると、そういうことですね。でこれも USB だし、こっちも USB、うん、充電用となんかね、メディア用とか分かれてるんでしょうね、多分。はい。であとこの下とかこの辺もね、こう小物入れとか、ここもこう小物入れ、ここも小物入れ、あとここね、これ冷蔵庫、ここですね、ここ冷蔵庫がこう入れればこうね、使えるんでしょう。
でここは小物入れですね、うん、でここにもこう 12V 電源がこうついてますね。で助手席の椅子はこう跳ね上げ式になってるんで、まあ、こんな感じで乗ってみますと、まあ、ここねこうやってねフラットにこっちを倒したりとか、あとこっちを起こすこともこうできると、そういうことですね。あとここはこれ、ね、ここもまあ車検修理みたいなね簡単な小物入れと、うん、まあ、こちらもありますね。で助手席は助手席でこうねヘッドライトとかこういうのつけたりできると、ね、そういうことみたいですですね。であとこれがねツイッターがついてるのかな、多分これオーディオのスピーカーがねこうツイッターもついてたりマイクかもな、ちょっとわかんないですけど。でここもこれなんだろう、シートベルトなんかこうさせるんですかねこれ、うん、でまあサンルーフついて、で上もこう収納が1、2、3箇所ですね、こういう感じでついてるということですね、はい。でこのオラコの今ねサイドカメラがついてます。これはね日本仕様でこれ標準で多分ついてくるんでしょうかね、うん、こういった感じになってたり、あとこの辺ですね、こうサンルーフとかねこう電動でね開くんで上は、ね、こう電動で開け閉めが ID ってなんだろうな、これ何ですかねこれ、分かんないですね、うん、で紙のチャートがとりあえずついてると。でベッド部分はまあこんな感じ、まあ、ちょっとねやっぱり国産より狭いかなっていう気がしますけど、まあ、寝れなくはないと、まあ、こんな感じで、まあどうでしょうね、ちょっとここも切れてたりしますからね、うん、ちょっと狭いっちゃ狭い。であとこれ、これは多分いろいろこの鉱石でもあの操作ができるやつですね、まあ USB とかも電源取れたりとか、まあサンルーフこっちでも開けれたりライトつけたりとか、ね、そういう細かい設定がこれもできると、ね、そういうことです、うん、でフックがあって、で多分これ前もこれカーテンですね、こうブラインドがね降りてくるタイプではなくてカーテンと、これがバイザーなのかな、うん、バイザーですね、すごいバイザー、こんなバイザーなんだですね、はい、まあねこんな感じです。あとまあ肘掛けがあったりとかね、うん、まあね全体的にやっぱすっきりしてるし、この辺のインパネ周りのデザインはね本当にかっこいいと思いますよ、うん、いいデザインしてると思いますね、こんな感じですね。いかがだったでしょうか。またねいろいろ動画企画して作成してまいりますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それではまた次回までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。